斎藤ゆりは、日本の元舞台女優であり、女性アイドルグループ、乃木坂46の元メンバーである。東京都出身。身長157センチメートル。血液型は、O 型。相性は、ゆったん ?0 歳の時、卵クラブ、ひよこクラブに、モデルとしてデビューした。高校生の時、文化祭で、AKB48 の曲をパフォーマンスし、 将来の夢はアイドルになることだった。母親の勧めで、乃木坂46の一期生オーディションに応募し、オーディションでは AKB48 の君についてを歌った。2011年8月21日、乃木坂46の一期生オーディションに合格。オーディション合格の3日後が専門学校の受験日だったため、 進学するか否かで迷ったが、乃木坂46の活動に専念することを決めた。2012年2月22日、乃木坂46のファーストシングル、ぐるぐるカーテンで CD デビューした。2013年3月13日、乃木坂46のフィフスシングル、君の名は希望のカップリング曲、13日の金曜日で初のセンターを務めた。 同年4月1日、f m ファイ5のラジオ番組ザナッティラジオショーに魂に毎週月曜日のアシスタント MC として初の単独レギュラー出演を開始した。同年4月8日、f m ファイ5のラジオ番組ザナッティラジオショーに魂の生放送中に、乃木坂ってどこの MC を務めるバナナマンから電話が入り、ちょうど同じ時間帯に、 乃木坂46の6ス,スシングルガールズルールの選抜メンバーを発表する回の収録を行っていたことから斉藤由里が選抜メンバーに選ばれたことが同年4月22日の乃木坂ってどこの選抜発表に先行してラジオで発表された2014年1月10日乃木神社で成人式を迎えた2014年8月25日 別冊 CD&DL データ、マイガールのボリューム1に、裏表紙モデルとして出演し、間末で特集された。2015年、乃木坂46メンバーの斎藤明日香と、北野日菜子と共に、アナスインの2015年周東アジア圏ビジュアルモデルに抜擢された。2017年1月30日、乃木坂46のセブンティーンスシングル、 インフルエンサーで5作ぶりに選抜メンバーを務めることが発表された。2019年3月25日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組、ナッティーラジオショーザダマシーでのギザカ46からの卒業を発表。同年5月15日、ファーストソロ写真集、7秒の幸せを2019年6月20日に発売することを発表。また、 これまで卒業日が未定となっていたが、6月中に開催予定のファースト写真集のお渡し会の最終日で卒業となることも合わせて発表された。同年5月26日に横浜アリーナで開催された乃木坂46の2サードシングルシングアウト発売記念選抜ライブがラストステージとなった。同年6月30日大阪、震災橋で行われた。 写真集のお渡し会で、乃木坂46メンバーとしての活動を終了。同年7月1日、8月21日から始まる舞台、ブラック・オア・ホワイト、あなたの上司、訴えます。に出演することが発表された。この舞台がグループ卒業後初仕事となる。2021年1月8日、新型コロナウイルスへの感染を公表。 同年5月限りで、乃木坂46合同会社を、対象、芸能界を引退した。8月、芸能界引退後に、以前から、進行のあった藤井ページの YouTube チャンネルに、リモート出演。引退の理由としては、裏方やプロデュース業に興味が生まれたこと、アイドルタレントの自分はもう出し切り、いい形で終わらせることができたので未練はない。と語っている。 引退から2ヶ月が経ち、引退理由や今後の活動について、プロデュースやクリエイター業を本格的にするために引退を決めました。ファッションにずっと興味があり、将来的には自身のアパレルブランドを立ち上げる夢があるので本腰を入れて勉強したいと思っていると発言した。愛称は、言ったん将来はファッション関係の仕事を志望している。好きな食べ物は、 チーズケーキ、ココア、豚汁、サーモン、辛いもの。好きなスポーツは、テニス、バドミントン、バレーボール、スノーボード。好きな本は、ライアーゲーム、怪事、飲ンしてみる。趣味は、バルーンアート。特技は、人見知りしないこと、テニス。テニスの経験は、小学5年生から中学2年生まである。得意料理は、カレー、チーズケーキ。保有資格は、 5位、読解力検定3級、実用英語技能検定3級、日本漢字能力検定3級、普通自動車運転免許。乃木坂46のモンハン選抜。テレビゲーム、モンスターハンターは、中学生の頃に、弟の影響で始め、初期の頃は総研を使用していたが、お気に入りは体験である。乃木坂46で好きなミュージックビデオは、 あの日僕はとっさに嘘をついた他の星から13日の金曜日。学生の頃から友達とベタベタするのが好きで、乃木坂46メンバーの尻を触ったり太ももを噛んだりする。乃木坂46で推したいメンバーだったのは橋本の波。乃木坂46眉坂46小地坂46乃木坂46ありがとうございます。